なすびのぎもん。なすびのぎもん。どうも、なすびです。この番組では震災後の福島で暮らす皆さんの不安や悩みに私なすびがお答えしていきます。今回は森林の放射性物質はどうなっているの？森林の放射性物質っていうのはどうなってるんでしょうか？はい、これはですね、平成23年の8月から平成27年今年の3月まで福島県内の森林のですね、空間占領率を調べた結果です。その結果を見るとですね、着実に空間占領率は減少してきています。当初からですね、計測を継続している地点が362あるんですけれども、これがですね、この3年半の間に 57% ぐらい空間占領率が減ってきています。でこれはちょうど、放射性セシウムの物理的減衰と同じぐらいの、減り方になっています。で物理的減衰というのはですね、放射性セシウムは一度放射線を出すと安定物質に変わっていきますので、そうやって自然に放射性セシウムは減っていくんですね。そのことを物理的減衰と言います。なるほど。まあ、減少したとはいえ、放射性物質自体はまだ森林には残っているんですね。そうですね。ですのでこれが雨とか雪によって流出するかどうかということについても、いくつかの研究機関が調査を行っています。その結果を見てみるとですね、事故直後の1年間でごくわずかしか流出しなかったということが分かっています。ということは、森林の中にある放射性セシウムは森林の中に安定的にとどまっているということが分かったということは、まあそれが風とか、はい、まあ、そういう自然現象でこう飛んでくるという可能性はあるんでしょうか？はい、そこでですね、環境省では土とか花粉とかそういった浮遊物にどれだけのセシウムが含まれているかとか、それがどれだけ空間占領率に影響を与えるかということについても調査をしています。で一つの結果なんですけれども、森林のですね、風下側に空間占領計を置いておいて、風が吹いた時に森林からどれぐらいのその放射性セシウムが飛んできて風下側の空間占領率が上がるかどうかという調査もしているんですけれども、ほとんど空間占領率に影響を与えたという例はございません。森林内の空間占領は2011年8月から2015年3月の約3年半の間に約 57% 減少しました。森林にある多くの放射性セシウムは流出することはほとんどないことが分かりました。風が吹いた際にも空間占領率への影響は見られませんでした。番組へのご意見ご感想はこちらまでお寄せください。また見てねー。